こんにちは、アバンバイクストア須崎です。バラからちょっといろいろと組ませていただいたんですけれども、今日ご紹介するのは、もともとこのフレームはフロントシングル用に作られているフレームなんですけれども、ちょっと作りをよく見てみて、で多分フロントダブルで運用した方が、アメリカとかで使うのであればフロントシングルでもいいとは思うんですけど、僕個人的なところで、近くにお住まいの方だったので、あの川崎のこの川沿いとかの近所でお住まいの方だったので、少しあのカスタムを加えました。それで、フロントダブルの方がやっぱり荷物を積んだりとかっていう風な部分でも調子よくなると思いますし、いろいろとこう考えて、この形にさせていただいたんですけれども、フロントダブルカスタムです。でダートツーリングができる、バイクです。ご紹介します。はい、行きましょう。クラストっていうフレームです。ボンボラ、はい。で、こう車両を見ていただいて分かると思うんですけれども、650B なんですよね。ただ、ほぼほぼ 700C と変わらないような形の、大きさになってます。で、黒を主体に、パーツを選んでお作りしていったんですけれども、ところどころこうゴールドが入って雰囲気が良くなってますね。はい。こうプロポーションをある程度こうキープするためにどういう風にしたらいいかなっていう風なところをいろいろと考えて、お作りさせていただきました。でこのフレームの特徴的なところって、やっぱりこうダウンチューブが細いっていうところになってると思うんですよね。ここは254 25.4 で、ここ 28.6、 ここも 28.6。 おそらくですけど、もうパカッとこう切って割ったわけじゃないんで、おそらくですね、持った感じのバランスとかでちょっと見せていただいたんですけれども、オーバーサイズなので、スチールフォーク、ほぼほぼこれ限定だと思うんですよ。で、キャパシティみたいなものとかも、そういうふうに作られてると思うんですが、フロントシングル用のフレームで細さがやっぱり際立っていて、かつこういうふうな部分にガセット寄ってるんですよね。で、ヨークっていうんですけど、こういうふうに。ガセットじゃないですね、ヨーク。で、元々はフロントシングル仕様なんですけども、キャパシティを見たら、あ、いけるな。で、クラストのサイトに行ったら、フロントシングルは、専用設計でも、ダブルは分かってる人だったら組めると思うよみたいな感じのコメントが書いてあったので、いけるでしょうって思ってやってみたんですけど、大変でした。で、こういう風なホイールに関してもそうなんですけれども、ある程度ホイールのリムのサイズに依存してタイヤちょっと太くなるんですよね。太くなったり細くなったりするんですよ。で、そういうのをアスペクト比って言います。で、リム幅とタイヤ幅が倍以上にならないようになるのが今の、トレンドというか、スタンダードというか今のこう感じですね。で、10年ぐらい前までは本当にロード用のリムにマウンテンバイクのタイヤとか平気で履かせてたので、なんかそういう風なに比べると、だいぶ時代は進化してるなっていう風な
感じがします。まあ、あのアスペクト比がしっかりある方がタイヤがよれないので、チューブレスにした時にもある程度こうちゃんと空気圧エアボリュームがキープできてて調子よくなると思います。今回のタイヤはもうこのマクシスイエローのロゴが気に入って、お使いになって、いらっしゃいました。はい、ですごくそうですねかっこよく組めたと思います。このフレームフルアウターって言ってこういう風にこうアウターコードがアウターワイヤーが全部に回ってるんですよ。ロードバイクとかだとこの辺で切れてこっからこうワイヤーがむき出しの状態になってまた、ディレイラーの近くになるとあのアウターコードが出てきてアウター受けっていうのがあって、こう取り付けすることがほとんどなんですけれどもそれがないんですよね。ないっていうことはなぜかというと、ディスクブレーキだからとかまあいろいろあるんですけど、まあ一言で言うとダートを走ることをメインに考えてるっていうふうなことだと思います。すごくドライなところでダートを走ると、ワイヤーがインナーワイヤーとアウターワイヤーの中にホコリであったり砂だったりそういうものがかなりこう入っていってでシフティングおかしくなるんですよね。なので、フルアウターになってるんだなっていうふうなところが理解できたので、フルアウターでできるだけちょっとやってみたんですけれどもなんかこう持ってみるとですね結構軽いんですよね。このぐらいのタイヤのエアボリュームだと、まあ、チューブレスで組んだっていうのもあると思うんですけれども、はい、軽く出来上がりました。まあ、ホワイトとかボールとかかなりこう軽い、パーツを使ってるアルミにしては軽いパーツを使ってるので、まあ、その恩恵を受けてるのかなとも思いました。でこれ初めて紹介すると思うんですけどホワイトインダストリーの R30 って言ってロード用の、クランクになってます。でもともと最初ラインナップに追加されたのは、フロントシングルの形としてダイレクトマウントがあってそれが最初に追加されたんですけれども今ロード用のこういう風なものが出てます。でこれすごく調子いいと思うのでギア比も48の30でギアが11の34っていう風な感じに GRX で組んであります。アルテグラグレードの GRX なのでとても、はい、スパスパ決まって調子よくなってると思います。あと、まあ、アクセントなんですけどここに、ロックリング入れてあるんですけれどもシマノのものだとちょっとあれかなと思ったのでここにパープルとかあると似合うかなと思って、はい、入れてみました。これ実は10個ぐらい、作ってもらってまして、アクセントでもしお使いになりたい方があればウェブに載せておきますのでよろしければちょっとご興味がある方は見てみてください。はい、あとはそうですねあそうこれ ツーリングっていう風な部分でも結構こうトップチューブの位置高いんですよ。でおそらくマッサドルはもう少し下げられるとは思うんですけれども、そういう風なこう使い方で後ろに例えば、バックをつけたりとかっていう風な拡張性もありますしキャリアもしっかりつけられます。前ももちろんつけられます。なんかそういう風な部分ですごく楽しそうなバイクだなと思いました。でそうですねこのダブルにするときにここにバンドでディレイラーを止めるのは当たり前なんですけれどもフルアウターで来ると
これつけられないんですよね。途中でここでこうやってワイヤーにしてあるんですよ。見えますか？反対側から見ると、こんな感じにしてあります。でここにこのアウターワイヤーをこうここで止められるようにしてあるんですけれども、テンションをねこうキープするためにここの BB 下のところにこうストレッチャーをつけてあります。こんな感じで僕は、はい、フロントバブルにさせてもらいました。トリセツとかは特にないんですけど、こういう風な組み方もできます。はい、なんかこうダートのツーリングバイクっていう風になると結構重さが出てくると思うんですけれども、こういう風な組み方であればだいたい11キロぐらいにはなるんじゃないかなと思っております。はい、でパーツはブレーキは機械式のポールのクランパーを使いました。これやっぱりすごくブレーキ効くのでいいと思います。あとやっぱりブレーキがポールなのでステムもポールにしました。でシートポストもポールにしようかなと思ったんですけど、まあ、ここバックつけて見えなくなっちゃうかなと思ったので、これはディズナーのやつで黒でまとめました。でジルベルソーの黒のレザーサドル使ってます。ホワイトインダストリーのヘッドセット、ホワイトインダストリーのクランク、はい、ノースカリフォルニアで今回はまとめてみました。ハンドルバーはディズナーの、バンディ2ってやつですね。でレザーのうちの、バーテルトを使ってあります。写真をたくさん撮りましたのでよろしければご覧ください。はい、ありがとうございました。アバブバイクビジョンズでは、今4400人ぐらいのフォロワーさんが、サブスクライブしてくれて、本当にありがたく思っています。皆さんがチャンネル登録してくれたり、グッドボタンを押してくれたり、コメントをしてくださることで、僕たちにとってみたら本当にモチベーションになってますので、大変ありがたく思っております。次は5000人目指してます。でおそらく今年中にはそういうふうな部分で、ちょっとしたセールをやろうと思ってますので、5000人になったタイミングでほんの一瞬でしかセールができないので、ぜひサブスクライブしてご覧になって、サブスクライブっていうかチャンネル登録をご活用いただいて、はい、ぜひお待ちいただければと思っております。それじゃあ今日はこんな感じで終わります。